じゃそうしよう。ポッキーが何か、うん、いやポッキーってさ、アボカド入ってない？わかんない。ポッキー入ってるよね、アボカド入ってる。アボカドとマグロのイメージなんだ。マグロのイメージ。え？ポッキーって何？スパイシーポキドサーモン。ポキポキスパイシー和え物的な。スパイシーポキポキ、わかんない。調べてあげよう。ポキとは。はい。ポキって何ですか？ハワイ料理の一品。一品？一品？一品でしょこれ。うん。一品。どっち待ってる？うん、白米の上に乗せたものはポキボール。ポキボール。ない。解決しないね。ね、あ、魚介類の切り身に、うん、塩、醤油、食用油、海藻、香味野菜などを混ぜ込んで調理した料理を指すらしい。魚の何かをあえてるんですよ。なるほど。あ、あえてる。あえてる。合ってんじゃん。さすが。その味した？うん？その味した？ポキって感じだった。ポキって感じだった。ハワイ、ハワイ、ハワイ来てる。あまりに親子丼食べてるから日本だわ。親子丼美味しい。うん、うん、マリンさん好きだわ。大好き。最近モロタンの配信があまりなくて寂しい。でも許してほしい。なんかショールームログインしてんのに配信するっていうボタンがずっと出てこなくて。あ、バグってるんだ。え、この間じゃどうってやったの？問題戦か。治ったその日は。治ってた。なんかそうやって言うとさ、できるでしょ、本当はみたいな。言い訳がみたいな。でもバグる時あるよね。でもずっとバグってた。でも泉ちゃんもそれで、その日わざわざアプリ入れ直したの。へぇ、たまに接続が良くない時もあるけど。ほら、自分の時なんか配信ができなくて、なんか前する気満々で準備したのに、押せなくて配信するっていうボタンが、インスタライブしたよね。ごちそうさまでした。あ、苦しい。また紐が取れちゃった。あ、刺身食べたいな。刺身、うん、何が一番好きなの？何が好きだと思う？ポキじゃないの？違うね。なんでサーモン食べてるって言ったの？ポキは A で。ポキは A で。ポキは A の？うん、なんか私の好きじゃないものが好きだから。サーモン、うん、縁側、うん、イカ、ホタテ。合ってる。合ってる？好き。全部全部好き。全部好き。全部嫌い。ねえ。からのこの戦いなの。私はコシアンが好き、コシアンが嫌いとかずっとそう。梅が好き、梅が嫌い。前も梅そんな好き。なんで前も多分柚子っぽはあんまり食感好みなんで。で、豚汁好きじゃん。美味しい。どうしたの、そういうの。美味しい。ご飯って幸せ。え、ご飯って幸せじゃない？せんの幸せ。ふるちゃんは何食べてるの？マインセットだよ。同じ。本当だ。お前がね、豚汁と親子丼選んだら真似してきました。美味しいです。かわいい。かわいい。ひろちゃんよく真似してくる。あ、真似してなくてもなんかかぶるよね。セブンの親子丼。おにぎり豚汁でかぶってくる。豚汁でも久しぶりのだかも。ほんと？豚汁あるんだ。うん。セブンの豚汁美味しいよな。うん。大好き。ゆずぽんの食の好みはぶっちゃけ変です、わら。ねえ、誰？誰言ったの？え、自分だ？うん、え、嘘？初めてだよ。10分くらいやってるよ、もう。10分は持った。8分はやってる。うん。なんで、ゆずは好きなんで。一番最初に何食べるの？お寿司。お寿司？うん。あっちに？なんでそんな向かうな？え、とりあえず絶対決まってんの。同じものを最後で食べる。最初と最後で食べる。え？分かった分かった。サーモン。あ、違います。
そう、なんか頼んでないのにさ、なんか丸ごとだって、頼んでないんですけど、いや、頼まれましたよ。でも本当に回転寿司行ったら4皿食べる。でその頼んだ人は予想して、あ、絶対ゆずぽうだって、だってあの時にタッチパネルを触ってたのはゆずぽうだって、無意識のうちにやっぱマグロ頼んでるから。そうだね、今あれはお寿司は、うん、あのカウンターのさ、マグロで来るのを取る派か注文する、注文注文注文一緒です。カウンター、え、取っちゃう、取りたい。あーね、でも回転寿司だしね、回転って言ってるから、注文になったらいつの間にか分かる、取るのが面白くない、確かに、うん、手端も回ってない。え、それ豊橋だけ、豊橋はさ、それそういうことじゃないし、もう乗ってないの。マジ？何が回ってるの？もう全員注文してくださいっていう、強制的に。ああ、そうなんだ。なんかこう、こういうの売ってますみたいなメニューしか。へえ、すごい。豊橋は素晴らしいね。すごいじゃん。でも食べたい、これ。おもろい、すごいじゃん。ね。何食べたの？いい、これ。おもろ。いいよ。おいしそう。何を食べるんですか？せーの、せーで、どら焼き。誰と合わせたの？アップルウォッチっていい？うん、でもあってもいいけど、なくてもいいかな。え、わかる？わかんない、前は時計を普通に元からつけるタイプの人だったから。何に使うかわかんない。ゆずの理論は、なんか携帯が iPhone で、イヤホンもアップルで、あと時計も揃えたいなって、うん、あー、全部？うん、いや、マリも我が家アップル信者なんだよね。なんか Wi-Fi かなんかもアップル。え、何した？え、物によるけど、4万ぐらい？なんか多分、なんかリンゴのマーク書いてあるから、多分アップルの。え、分からん、なんだろう、いくらだろう。けど家になんかリンゴのマークついてる、なんか Wi-Fi っぽい機械にシール貼っただけだったら、そう、リンゴだ、リンゴのシール貼っただけ。めっちゃおもろいじゃん。あのさ、携帯とか貼ったらついてくるさ、そうそうそう、シールとか勝手に貼っとるかもしれん。じゃあいっか、アップルウォッチ。うん、なんか買おうか悩んだんだよね、だいぶ前。でも、なんかお散歩してる時とかにスマホ開かなくても、ペコって出てくる。そう、あと LINE とか来たら、通知がここに来る。返せるの？え、まずどうやってつの？え、でも返せるよね。うん、典型文みたいな、ありがとう。でもその分変えれるから、ボイスメモみたいな、なんかボイス喋って、それを送る。あと電話もできるよね。うん、え、こうやって、こうやって。え、そうね、そう、体験談なんだけど、一回携帯がマジでぶっ壊れて、え、開けなかったの、携帯が、うん、でもアップルウォッチ生きてるから、アップルウォッチから電話かけた、ママに。便利だね。すごくない？え、迎えに来て、もしもしって。へぇー、マリオナイトユーフォーと、なんだっけ、トランシーバーが来たよね。あ、そう、トランシーバーができなかった。そうそうそう、できない、ずっとできない。どこにいるってできるのか。
え、でもなんか離れてる場所からでも、え、でもなんかめっちゃでも、ね、あやりよくないと思っちゃった。なんかゆきさんたちやってたよね、コンサートのさ、あ、そう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 、何を裏でさ、なんかめっちゃさ、北、南、東、西みたいな外資、外資、外資、めっちゃ分かりにくかったじゃん。分かりにくかった、うん、その時に、こっちだよみたいな。それあるといいね。そうね、めっちゃいいよね。あと方位地震でこうやってやるね。北だみたいな。あとなんかあるかな。いいな。あ、バンドが変えれる。あー、でもでかくない？この結構さ、え、なんか見ますね、あれだよ、サイズちっちゃいやつ。手首結構奪われん。え、ゆずもだからなんか44ミリちっちゃい買おうとしたら手首はみ出ちゃったから。あ、そうなんだ。40ミリにした。え、サイズあるの？あるあるある。画面でっかいのもあるよ。前も悩んだけどちっちゃくないですか？え、重くないの？全然重くない。でも普通にその時計買っちゃえばもうつなげるの？うん。へえー。テザリングみたいな感じ？ Wi-Fi でつながる？何で繋がるか。ね、わかんない。あ、違う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 。やべやべ。私もここにさ、マニーズさせちゃったティラミスの。なんかこのコロコロ。マニーズしてる。アーニャみたいだって。正面から見たらアーニャみたいって初めて言われた。アーニャピーナッツが好き。楽しい。アップルウォッチ楽しい。見ちゃう、うん、見ちゃう。でも充電するのめんどくさい。そう、充電するのめんどくさい。充電しなきゃいけないのか。しかもそう、なんか充電するの？ねえ、シュンって落ちたよね今。何があった？当たって、あアップルウォッチさ、なんていうの、 iPhone の充電器でするとかじゃないからさ、あの台形のやつ、ね、そう、うん、専用のが丸いやつじゃないとダメだから。あ、こういうやつ。え、そう、こういうちっちゃい丸の。あ、そうなんだ。とりあえずあれ買ったよ、あのややこしい iPhone とモバイルバッテリーとか。あ、まとめて充電、イヤホンとかまとめて充電できる。マイルも中にある。ある、買いました。あ、超便利。実はお風呂入るタイミングで充電して寝る前につけてって感じ。なんで寝る前につけるの？え、これが起きるから。あ、そういうこと。う、え、うん、あれめっちゃいい。そうそう、だから電車とかでなんか着くぐらいの時間にアラームセットしておいたらブブブしてくるから。あ、そうなる。起きれる前、起きれる。実は起きれるよ。最近起きれるようになったんだよね。最近さ、なんか目覚ましかけてないのになんか起きちゃう。うん、年だ、年やばいね、うん、22、23ぐらいから起きれるようになるもん。年だ。一緒にしたいって。でもその後ちょっともう一回なんか起きちゃうみたいな。もうすぐだよ、私の口。年か、どうしよう。悩みなんだ、最近どこ行くの。どんだんだん寝れなくなるから。荷物持ってくるか。今日みんな黒いね。黒か白か紫、水色。あと何ができるの？アップルウォッチだとなんかカロリー測れるって言ってた、マキコさんたちが。あ、運動量みたいな。それいいよね。でもカロリー消費したところでさ、うん、わかんないじゃん。うん、あんまわかってない。あ、あと酸素飽和度みたいな。あ、いいね。うん、あとまだなんかあるけどさ、なんか心拍数とかかな。なんか年齢制限で測れない。あ、そうなの？まだ測れなかった。23?22?24? 制限あるんだ。なんかぐらいにならないと測れなくて、なんか測らせてくれないんだよね。いいな、楽しそう。あとはここで音楽流して選ぶ。なんかあ、選んで、うん、いいな。 iPhone の
画面と変わんないってことでしょ、うん、そんなことではない、そういうわけではないけどずあとは携帯置いてタイマーみたいなここでカシャみたいな、ああいいねそれ便利だ、うん、便利かも、しかもここで今どう映ってるか見えるみたいな、はい、楽だねそしたら、うん、アップルじゃなくてもさある似とるやつあるじゃん、うん、それはもうダメなの、わかんない、似とるやつ持ってないからなんとも言えない、充電がね、そう、めんどくさそう、めんどくさい、まだまだよ、なんか眉毛太い15分経ったって、いや。スイッチ持ってる？うん、スコールガイズやらなきゃ、何が楽しい、スイッチ、スイッチはでもやりたいゲームじゃないそうだよね、太鼓の達人楽しいかな、え、スイッチでもあれあのバチと太鼓でしょ、うん、売ってるよね、え、なんだっけフォールガイズいつからだろう、フォールガイズ、フォールガイズっていうさゲームがあって、それがさなんかスイッチ持ってたらなんか無料ダウンロードソフトみたいなのでできるようになるんだけど、それがいつからなんだろう、6月、そっか、ハチキみんな持ってるんだスイッチ、違う、持ってるよね、ハミちゃん持ってない、私は持ってる、横にゃん知らん、持ってさ、横にゃん持ってないかな、持ってるのかな、ルーちゃんは持ってなくない、ルーちゃん持ってないんだ、6月21日からもうすぐじゃん、楽しみ、ほうじ茶ラテが終わる日だねそうなのそう、このホールガイズやるのないの、映像ホールガイズの、うん、あるよ、え、なんかでもなんか予告編みたいな、え、他のゲームでは普通に売ってるやつだからなんていうの、スイッチ版が合ってきたみたいな、あ、なんか実況あるよね、え、そう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 、落ちてくやつか、どんどん、え、そう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 、え、楽しそう、スイッチ持ってたら、あ、できる、多分無料のソフトになるから、やろう、あ、そう、これこれよくあるじゃん、こう、え、楽しそう、通信できるのかな、え、できないことある、あ、インターネット通信1から60人って書いてある、やろうよ、やりたい、やった、フォールガイズ、まだスイッチ持ってないけど、持ってないのもらえるはず、楽しそう、スイッチは鬼滅とポケモンのパールとマリオカートは用意した、あ、もう用意したの、早っでもなんか誰だっけ、野村かなんかがあれみんなで買おうよって言ってた、突然どうするしちゃった、スプラトゥーンの3スプラトゥーンかー、でも前も酔っちゃうんだよね、わかんない、大画面でやるからかわかんないけどめっちゃ酔うんだよね、なんか、え、あれでしょ、絵の具のやつでしょ、スプラトゥーンって WiiU かなんかの持ってるけど酔っちゃうんだよねってよくわかんないしね、え、そう、酔っちゃう、ソフト持ってないとできないのかな、それって、うん、多分、あ、じゃあ8個用意してもらって庭にへ、早くやりたいな、ソフトはプレゼント無理だよね、いや、いけるくない、いけるのかな、なんか届いてたよ、誰か、ほんと、うん、確かにいけるはず、いけるってみんな誰かが届いてて、なんか届いたみたいな、ピオスさんかな、なんか見せられた、 DVD と同じ扱いになるのかな、この、わかんない、あんま詳しくないけど、す
スイッチで大富豪ないかな、だって大富豪はやってるからいいじゃん。お兄ちゃん配信見たいな、今隣で始めたらいい。失礼します。いいんじゃない、はい、何ですか。お疲れ様、すっごい弁当の匂いする。ここ、いや、みんなで食べたからだよ。やば、ポキポキの匂いする。ポキの匂いがする。ポキポキポキが私は飲んでるわ。ティッティッティリ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 ティッティ。それ何だっけ。ポキポキで、あー懐かしい。それなやばいよ、なんか中学生だからさ、5世代中学生同世代だったからさ、なんかいつまだ小5とかだったんだけど、体育大会のさ、なんかストレッチみたいな、腕のなんかストレッチをしましょう、行きますって言ってなんかやらされた。やば、覚えてる。めっちゃおもろいじゃん、何それ。どこがさ、なんかやれられるのかね。どこの筋肉にいるのか。来ました。あ、着替えたのか、レッスン着替えてきちゃった。誘ってよ、それは絶対言うと思う。だから LINE しようかなって言ったけど、まあいっかってまあいっかって思ったね。え、もう決める人って何中ですか。休憩中。こんばんは。あ、こんばんはじゃない、こんにちは。こんにちは、こんにちは。誘ってよ、笑って言われた。いつもこんなんなんだけど、うちら何でもかんでもさ、ぜひ誘ってよ。うわ、抜け駆けだ。抜け駆け、抜け駆け、抜け駆け、抜け駆け。誰かがね、なんかコンビニでアイス買った。うわ、抜け駆けだ。あ、横剣も抜け駆けだ。抜け駆けだ、抜け駆けだ。何着替えてきない。っていうかな。お休みなんじゃない？お休み？うん。そっか。何中って聞いたじゃん。南中。いっぱいあるわ。うん。日本に行くつあると思ってんの、南中なんて。行ける。面白い。すごいカラスが鳴いてるわ。がね。ゆずが言ってる。できるの？できるはず。ジュズと似てるよね。
アイコン。そう。え、ゾゾタウンがさ、アップデートしたらさ、なんかショールームとゾゾタウン間違えるようになった。レインボーのバッグ。はい。大画面で、そいつはもうカラスの鳴き声です、この時間にショールームしたらみんな見るかな、まあね、見てくれるよ、一旦やってみるか、あーほら見て出てこないのやばいよ、なんかさ、えなさん少ないね、いや自分のところからさ行けばいいのかなって、あちょっとやめましょう、なんか配信できないようにしてるとか、そんなことない、こうあるちゃん、オスちゃん飛躍じゃん、入れない、あ入れた、こうオスちゃん、あ自分のとこ入れたら押せるかって思うじゃん、見て、エラー、エラーが発生しました、え、なんかやりやすい、 iPad 画面でね、画面でかい、アプリ一回消そう、仕方がない、マリンをみんなが待ってるから、アップデートしてないのでは、アップデートはしてるの、違うの、え、めっちゃ画質いい、ね、13プロだ、サテプロあは今マリアプリ消したよね、なんで入ってんの、皆さんは今何をしてるんですか、にょ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 、あ、ここから消したやつだけなのか、こっちだよマリア、消したよ、アプリを削除します、なんでできないんだろうね、お仕事中だって、え、お仕事中によく見れるね、どういう職種、すごい、だからすごいの、だってさ、めっちゃさ最高じゃない、お仕事しながら見れるんで、でも私もたまにお仕事しながら見るよ、推しの配信、ゆずさんのそれをしながらってこと、うん、なんかなんかの仕事の作業しながら、そう、合間時間とかに携帯をつけてるみたい、え、バレたら送られるとかないのかな、お仕事中に、ああ、それがなかったらさ、それでもお仕事中にオタクしてるかな、え、仕事中にどうやって見るの、こんな感じかな、こう向こう、こうパソコンの、こう、あ、確かにパソコンね、パソコンにかかる、ここにさ、画面ちょっとしてさみたいな、ブラウザなんかが開いて、それもできるんだ、お願い、頭いい、頑張ってね、頑張ってもろてー、もろてーん、もろてー、もうすぐ生誕さんのるーちゃん、そうじゃん、そうだ、そうじゃん、そうじゃん、ずっと2日前だね、間違えた、あれ、ハンダーバーってこれか、すごい、あ、保存する、あ、保存する、何の衣装で生誕祭になるの、え、ね、アンコールじゃない、一発目じゃない、紫の、それがいいわ、最後の前、最後の衣装じゃない、一応絶対さ、長崎さん、赤ちゃんの生誕祭確かに。もう何なら決めさせてほしい。とりあえず、まあこっちで全然口の何もない。私もいっぱい見せておきたいけど、一旦ですのを。あちあち。聞くできるの？配信。いや、わかんない。わかんないね。で、アプリ入れ直した。わかんない、ね。なんか同時ログインがダメなのかなとか、iPad とさ、携帯。え、そういけるよ。同時ログインはできないってこと？今までできてたもん。行けた行けた、なんか配同時配信はできないけど、あ、そう、だからどっちかの画面真っ暗ない、そうじゃないの、そうじゃないの、違う違う、やっぱそうやって言うと思いました、やっぱ頻繁にやんない、そうじゃ、いや本当に始めちゃうよこっちで、うん、行けますよね、ちょっとやっぱみんなさ、かおちゃんとかに言っても気づかないかもしれないし、やっぱ大事だよね、うん、あ、行けそう、きた来た、あれかわいいからか、うわー、何で待ってんの
なんで電波電波電波悪い。もう一回ピッてやってみ。手画面になるの。もう一回ピッてやってみ。はい、直りました。え？どうして？もう一回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 。起きた。任せろ。もうそのままでやった。ダメだ。もう自分がこれさ、みんなからは。え、じゃあルカもギリだね。いや、斜めになってる。4時までやる。みんな斜めに見えてるの。これ今何時？42分。ねえ、これみんなさ、マリンはどう見えてるの？斜めでこうなってる。マリンこうなってる。こう、こう、こう発信者や。え、わかんない。こっちか。え、ぐるぐるって言ってる。電波じゃん。電波、Wi-Fi 切れない。え、Wi-Fi 切ったらもうできないよね。ちょっと待ってね、マリンの携帯とつなげる。マリンぐるぐるって。ぐる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 。真っ暗闇だって。ぐるぐる真っ暗って言ってるよ。マリンの真っ暗。一回切るわ。一回切りますね。え、マリンの配信、うん、切った。吸って吐くの深呼吸。なんだか懐かしい。え、ぐるぐるってそれじゃないの？あれ、そうだっけ？うん、多分。ちょっと来て。ぐる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 。全然覚えてないよ。今日和菓子の日だって。どら焼きの和菓子。どら焼きじゃん。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。ほんと日本だ、日本人。日本人。初の方がいいです。できた。再開。これできたやろ。いけるはず。きた。きた。きました。きましたか。すごいね、すぐ始めたから人数がそのままで。遊びに来たよ。遊びに来たよ。定型文。遊びに来たよ、定型文で。あ、そうなんだ。うん、そうなんだ。画質がいい。こんにちは、もそう。かわいいも確かそうだった気がする。わからん。確かに。ハローキティ。うん、でかわいいって来るわ。かわいすぎるって書いてある。かわいい。マイメロディ。マイメロディ。せーの。グーで。たまたま今のせいのちょっとね。たまたま。こういう歌あるよね。あるよ。あるよね。うん。ぐでたまの。ぐでたまたま。浦島さん違うとか言うよ今。ぐでぐでぐでたまたま。せーの。ぐでたまたま。ぐでたまたま。ぐでぐでぐで。疲れた。シナモン1おめでとう。おめおめ。シナモン、シナモン、シナモン、シナモン。シナモン。ちょっとゆーちゃんもしてるの。ゆーちゃんも始まったし、みんなで始まった。イエイ。ポワポ気づきまだやってない。やんないよ。今何日目？ヨシの1000超えたよね。おめでとう。1360ぐらい。1000超えてる。キキキキ。はい、かわいい。かわいい。かわいい。なんかこれさ、アプリ入れ直したけどさ、顔の加工とかあんのかな。なんかちょっとなんか。あるある。ついてなさそうな気がしてきて。最大にしてね。いいよ、一回今から遊ぶね、加工で。これ何これ、何これ、何これ。私だって反応しないんだけど。なんか、滑らかさ、マックス。なんかフィルター変なのかかってない？かかってない。ここで遊ぶよ。痩せ顔。小顔。怖い。目を大きく。クマ取り。ほうれい線。瞳。え、怖いんだけど。面白く。え、なんかさ、マリンアニメっぽくなるね、顔。何っぽく？アニメっぽい。アニメキャラ。誰？怖すぎとか言われてる。おもろい、おもろい。え、怖いんだけど。おもろい。戻します。え、
リセットって押したんだけど、あ、歯を白くだけリセットされる。これ、ラベちゃんってお気持ちなの。めっちゃ良いわ、それ。すごい。みんな配信始めたよ。ここの色が濃いから明るさを明るくするよ。すごい、なんか揺れとる揺れとるなんかマリの携帯じゃない、なんか色気もあれじゃない、なんかさ黒い割合があった方がいいんよ。なるほどね。そう、白が多いとこうなるんだ。そう、まあいっか、みんな気にしないで、変な色でも変な色でも気にしないで。失礼します。かわいいです。お祝いしましょ。これ何？ iPad の。分かんない。家にあったやつ適当に持ってきてる。でもなんかコロナが流行り始めた後に買った。ここ2年ぐらいで買った。ああ、10.7。うちで使ってるやつと同じ。細そう。うん。リハーサル待ち時間ですか？まあそんなもんですね。うん、そんなもんですね。え、教えて振り。愛を愛を君に君に。あ、すごい、iPad でしてるの。うん、愛を君に両手バージョン忘れちゃった。ここにやってない、うるさいな。事実だけど。訳してください、みんな。スリーパソコンの隅に小さく出して見てるなって。じゃあ、すごい。イヤホンですか？あ、仕事か。お仕事中にね。確かに。でも、マリオも確かに。ヘイ、シリー。堂々と見てますだって。結局、いらないんですか？なんか終わる。カスが取れた。いらないんですか？見せてあげる。うん。仕事休みでフラッシュ3畳。3畳。
こいつ。愛は君に。ゆずこ。あー、普通のが可愛い、多分。可愛い。内緒。内緒。いつかは。内緒。内緒の。内緒の。知らない。内緒なんだっけ。マリンとカホの秘密の。何これ知らない流れてこない TikTok とかで幸せ研究所わかんない途中でだってアラムザウェイ途中で3人これなんて書いてあピーポうん3ピーポじゃないお年に配信これピーなのピーっぽくないあ本当だペオあ本当だ これでピーピーじゃないピーめっちゃ幅取るやん。そう、ヨッシーはこの間作業してます。ガンダム作って。今歌えそうになった。危ない。やめてよ。何？歌えそうだよ。あれはでしょ。うん、ジェップとかでやるやつってこと。ジェップで私たちは何をやるんでしょうか。ジェップでラップ。イエーおー上手こんにちは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 午後16時をお知らせいたします午後15時54分をお知らせしますうん、ピンポンポンポンめっちゃリアルで声がそれのポンポンポン15時55にならんわえヒントくださいだってゼップのないよそんなのないよヒントってなーにあにゃあにゃわかんないあにゃピナピナピピ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 アニャわかんない。アニャわかんない。見てる？母は見てない。アニメはアニメこの母やだ。アニメ相方で止まってるから。本当。私のアニメは相方で止まってるから。わかりません。アニャピナッツが好き。ピナッツが好き。アニャピナッツが好き。おじいちゃんみたいな。何色にするの？何色にしよう。見てもう俺一曲目は定番のあれでしょだって。そうだよ。そうだよ。じゃららじゃらららじゃじゃじゃから。じゃららららじゃら。おい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 から。おい。で始まります。うん、倉島さんの TikTok で8期生みんなで何かやってください。アミちゃんはどこにいたのかな？いたのかな？アミちゃんはどこにいたのかな？でもさっき TikTok 撮りたいとは言ったけど、うん、おられない。おら今どこいらっしゃらない。どっか修行中なんで。そう、修行しに。にんにん。にんにん。毒キノコ。毒キノコ。毒キノコ。何聞いたことある？毒キノコ。毒キノコ。かわいい。毒だっけ？うん。それもアーニャ？アーニャ違う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 ドッキーの子が好きな男の子めっちゃ可愛いですねね、可愛いよねあの子の子さんが自信あるめっちゃ可愛いレズが好きなんだねなんかめっちゃ好きな動画があってなんか関西レースで立ち上がるみたいな動画を見てハイハイの頃からみたいなでその子が成長したらそれだったそのあの子だったドドドドドドドからしてあの子みたいなあのハイハイレースで勝てた子成長したりじゃん成長しとるやんみたいなあの頃から面白かったのねあなたと思ってあーそうだろうね知らんのアニメでグミの良さを持っててください
グミの良さはですね。グミの良さはですね。グミって。グミって。ほうれい線の方がヒュズポのほっぺたは伸びますか？伸びません。お願いいたします。え、ガチ伸びんない。ほら伸びとるやないか。伸びてる。でもなんかあ、でもなんかめくれそうなさ、そう伸びる人いる。え、なんかさ、一番初期の頃にさ、お披露目のさ、ショールーム覚えてる？お披露目した日にショールームみたいなのしたじゃん。なんか3人ずつでしょ。あ、そう、ビビジリナさんとかいて、うん、なんかマザーさんがいて、うん、キッズ3人組みたいな、メガイとユズとアミちゃんで、うん、全然伸びないみたいな全然伸びないねってそう言われた。そうなんすね。まあ、たるむだけだから伸ばさなくていいよ。そうだね、うん、大切にしてこ大切にしてこおもろい。なんかめっちゃ顔でかく見える、この佐藤かみさんはいますか？あれかな、普段あれかな、ん？佐藤かみさんはいますか？ほうれい線とかつけてないから。違う、広角カメラじゃないから。え、ねえ、え、それかもさ、前の携帯でやってるんだけど、広角カメラ今の携帯でやったらめっちゃ広角。そう、広角カメラの時は、うん、え、みんな広角？え、広角カメラがついてる携帯は広角カメラだよ。11からだ。0.5にできるやつ。うん、じゃあなる、なるよ。
ゆずも広告、うん、広告でやってる。本当に、うん、でも顔ちっちゃく見えるから好き。でもさ、端っこの方にいると伸びない。え、わかる、ね、そうだね、タイミングで後ろ下がるから、顔がでかいって分かる。広告でやるためにさ、センターって聞かれるからさ、それがあの詐欺になっちゃうから、前のケーテルずっと言ってる。詐欺、最近さ、前のケーテルのショールームもできなくなって、うん、今できるんだけど、前のケーテルの賞味期限来るかな。いや、いつか来ると思うよ。え、来るかな、食べる、うん、初見さんはね、初訪問ばっかだよ。じゃあ私が2度目違う、やってなさすぎるんや、ごめんね、みんな。でもちゃんとログインを。最近結婚しました。おーい、え、とかさ、この来るから文字見えるの強くない、私、うん、前ちょっと見え、結婚された方、今日結婚された方、おめでとうございます。今日、今日結婚、てて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 て
今日は何も持ってない気がする。いつもと違うカバンできちゃった。で、昨日ガチャガチャしたのでも。でもこれね、指輪なんだけどね、置いてきちゃったらおじいちゃんか。指輪？指輪なんみんなやってるよね、最近その。何があるの、種類？これは、たとえ火の中、水の中。ゲンガーと、EV とポッチャマとザッキューでポッチャマを地引きしたんですけど、お家に忘れました。じゃーん、ポチャポチャポチャマ、かわいい。ポリスとミーフィーの組み合わせが乗った。ポリスっていうのそれ、そう、ポリスがするとポリスだと思っとったらね、ポリスって知らねんで、どうするとポだったらポポポキのポポリスっぽいよね。でもポリスだったの。ポリスじゃないんだ。その人に名前あるの？あるだろ。ポリス。わかんない。ポリス。ポリス。調べる。調べる。ポリス。ミフィ。あ、ポリスだ。ボ？ボ？あ、ボ。そうだよね。ボっぽい。犬のスナッフィーとクマのポリス。プチャプチャ。スナッフィーってどんな人？スナッフィーはあのちっちゃいワンちゃん。ああ、わかりそうでわからない。わかんない。パパハサミ。ルちゃんいろいろ持ってるよね。うん、そうなの。めっちゃ大事なの。なんか、うん、沖縄のホテル。マジで寝てただけだったあの日は。ね、でも結構あったくない？2日3日ぐらい。うん、2日3日寝てるだけだった。あったよね。秘密のレッスン。秘密の出てきちゃうでしょ。知ってほしい。秘密のレッスン。秘密のレッスン。こんにちは。こんにちは。I am from インドネシア。インドネシア。インドネシア語。インドネシア語。絶対これマリンだけだと思う。何か。違う、なんかさ、なんだっけあれ。ラスク。なんだっけ。大好き。アラジンの。違う。なんか大好きかと思ったやつ。アラジンの替え歌があって。チャラくん。違う違う。チャラくん。サヤスク。
これかと思った。うん。替え歌があって、替え歌の名前がインドネシアの国旗がわからないなんだけど、それの曲がなんか突然脳内に流れてきて、もうちょっと今ツボだったけど、多分みんな知らないわ。わかんない。インドネシアの国旗がわからないみたいな。インドネシアのなんか赤だったかなみたいな。行ったことない。あれはめっちゃベイっていう替え歌をやってるのがあって、それが、うん、我が家で流行ってる。我が家なんだ。そう、我が家で学校とかじゃなくて我が家。我が家赤だったかな。何かの幕があった気がするみたいな。確かにあった気がする。ないらしい。見てこれだった。赤と白だった。嘘。そうなの。インドは、インドはなんだろう、あまり国旗わかんない。さあ、だから国旗のさ、そういうのすごい好きな、スス得意な子ってちっちゃい時から得意じゃん。なんか、うん、オレンジと緑でいいでしょ、インド。本当か、うん、オレンジと緑にさ、オレンジと緑と白のさ、こういうさ、模様がさ、マークついてるやつ。正解だよ、君。え、なんか、ゆずぼってさ、小学2年生で国旗大好きだった。ね、ほら、こういう人いるじゃん。国旗図鑑、愛読者。マリン、なぜなに、マリンの愛読書はなぜなに辞典だった。何それ。愛読書はメールさんとモールさん。分からん。いやさ、メールさんとモールさんシリーズが好きだった。私、水玉さんとしましょう。似てる。あとね、若田さん。あ、それはモリンを探せ。あとマリンね、あの学校の図書室ではあのいつでもギネス記録みたいな。読んでる子いた。じゃあその体がギネスを開いて、身長高いなみたいな。あれ1ページにめっちゃ書いてあるの。そう。懐かしい。ネイルさんとモールさん本当にいいな。本当にギネス記録。え、でもなんかあれ流行ってた。マリンの時代はあれだよ、小学校時代は。あのあれなんだっけ、階段レストラン。あとね、黒魔女さんが通るとか。あー、懐かしい。あと、なんだっけ、でマリあれが好きだった。僕らのなんたらなんたらみたいな。あ、なんかあるね、僕らのなんたかんふんふん。そう、それのいろんなシリーズがあって、僕らのなんたらかんたらみたいなやつがめっちゃ読んでた。電気読んでなかった。あ、読んでた。読んでよね。読んでた。あの、漫画じゃないですよ。電気読んでた。電気なんか、なんだっけ、ライトクレーンキラーとか。そうそう、めっちゃ自由。そう、めっちゃ読んでたわ。よく図書館で来るけど、ね、謎に読んでた。ね、謎コースも好きだから。紙芝居とかめっちゃ好きだった。可愛いよ、ね、紙芝居なんて学校になかった。図書とかでさ、あ、図書館みたいな、自分で借りるみたいな。ごちそうさまでした。でも紙芝居ってさ、後ろに文章書いてあるじゃん。うん、自分で読む。なんかそういうイメージャスしたい側だったの。ああ。それをその人が家だからできる、わかる、なんか先生の真似がしたいやつだった。ただの。可愛い。え、マリンはなんかなんていうの、学童の感じの場所でなんか読むじゃん。なんかちびっこに、多分マリンが小6ぐらいの時に、小2ぐらいのなんか子供に、マリンも子供だけど、なんだっけ、なんかのハウルかな、ハウルの動く城みたいな、読んでって言われたから初めて読んであげるのに、なんかもう誰も聞いてなくて最後の。ソフィーみたいな、ね、いるいる、間違えてソファーって読んじゃった。ソファーだってみたいな、バカにされながら何か読んできました。で、なんか最終的に一人で読んでるだけで、も誰も聞いてくれなくて、なんか最終的に一人で読んでた。読み聞かせとかやってたんだね。なんか読んでって言われたから読んであげたのに、いなかった。読み終えた頃には。やばい、眠たい。眠たいよね。そう、なんかやっぱゆずぽみたいなタイプの子供にバカにされて育ってるから。似てる。違うよ、ゆずぽ都合が悪いことは
聞こえないようになってるんだよ。かわいい。子供飽きちゃうのあるあるだよね。飽きちゃうのさ。そう、悲しくて。懐かしい、なんかさ、ゆうちゃんしてさ、この間聞いてさ、子供が好きな音みたいな。覚えてる？ん？ゆうちゃんしてたら、覚えてる？テレビやってたよ。みんな見てなかったの？そう、ディズニーとかクラウタップあれじゃない、ユスポがなんか子供だから好きで見ちゃった好きで見ちゃうんじゃない？ディズニーと見てたら見終わるとアミちゃんと、アミちゃんきついこと言うな。そう、でもなんかメンバーの中ででもユスポも自分で言ってんの、なんか自分は都合の悪いことは聞こえない耳になってる、うん、だから才能、そう、きついこと言うんじゃなくて本当に才能、なんか本当になんかきついこと言ってるわけじゃなくてユスポがね、ユズポ聞く耳持たないから、ユズポある、全然話聞かないよね、好きに。いや、そうじゃん、待って待って待って、しかも寝てるから、止まってるよ、大丈夫、ね、どこから止まってたの？お昼の時間帰ってるよ。え、そうだから、ユズポは意味持ってますね、だって。そう、意味持ってます、ね、こんな人に言われる、耳も耳いいよね、めっちゃ耳いいもん、なのにちゃんと自分の何聞いたいことか、他でも見えるよ、みんなコメント見てるよ、真似しよう、私も、うん、マリもだから都合の悪いことは聞こえないみたいになりたい、なんか言って悪い、コージャに都合の悪い、なんだろう、都合の悪い、クネクネしてんじゃねえよとか都合悪くないなんだろうね、うん、都合の悪いでしょ、難しいね、うん、でもそんな、そのなんて言うんだろう、私的には、そんな、なんて言うんだろう、そこまで、それを聞いたところで嫌な思いするだけだから、聞かなくてもよくないみたいな。ごめんね、じゃあさっきのやっぱ、なんかユズポみたいな子供にバカにされて生きてきたわ、やっぱちょっとユズポにとって。それちょっともう忘れてたわ。ほら、興味ないこと聞かないから。だから、やっぱこういうこと言うと、やっぱユズポの心を傷つけてしまう。そうよ。マリンもダメだと思うんですけど、聞いて、聞こえてない、その耳を持っているユズポだから、ピンピン。聞こえてなかった。大事だよ。マリン、ガチャガチャ？ガチャガチャ？ガチャガチャさ、あるかね？最近でもさ、ガチャガチャすごいよね。気をつけてよ。ガチャガチャ今すごいね。でも、ほっぺちゃん知ってる？知ってるよ。同世代だよ、ほっぺちゃん。知らない。え？三宝石は？三宝石は？何それ？おばさんがいる。あ、今都合の悪いことがいる。え、抑えてくれ。聞かないよ。ほっぺちゃんって何？カタログとか来なかった？それ写真見てみて。あ、いいよ。え、なんかさ、300円とかでさ、なんか宝石みたいなのがいっぱい売ってるみたいな。違います。え、なんか生クリームの。チュッてやったやつ、あーとか、そんな感じ、はい、そんな感じの、それを、なんかそれは、え、めっちゃ可愛いじゃん、ほっぺちゃん、うん、何ほっぺちゃんって、わかるかも、わかる、生クリーム乗ってるでしょ、それこれホイップだよ、ホイップなんかさ、ホイップルみたいなおもちゃあったじゃん、うん、知らない、ホイップ、ホイップルー、はい、見たことある、なんかなんでさ、生クリームのさ、塊を売ってるんだろう、生クリームじゃないんだよ、これなんだろうね、それ、うん、なんかそれの上にさ、うん、生クリームつけてさえ、でもゲームとかあったのめっちゃ懐かしくない？ゲーム知らん、ポスターはポッペちゃんも可愛いじゃん、マリン何してきてたの？え、かわいい、え、かわいい、残念、じゃあちょっとなんか残念、なんかさ、なんかが足りないくない何が気になるじゃん、お願いリーしてお願いリーしてお願い何かが足りない、見えちゃった、何かが足りないの、フル尺初めて聞いたえ、ポテクが一番
ハイニオとほっぺちゃんのコラボで爆笑してる。今から録音してあげる。やだ。任せてみんな。そういうことしたらいいの。笑わなくなった。だってみんな、ゆうこを笑わせるんだ。ボイスメモ。まあ、早く乗りたいな。カフェインが摂取する。カフェイン取るとメリットは何？元気になる。目が覚める？うん。チームエースもこんな感じ。チームエースは多分もうちょっとうるさい、ね、もうちょっとうるさいですよね。いやもうちょっととかじゃなくない、ね、なんかいつもはしゃいでるイメージある、うん、なんか全員これって感じ。あーえーそうだね。一人が面白いことする。それが伝染して、うん、伝染して伝染してみたいな。そうなのよ。ピオスとかって。そうです。そうです。本当になんかでも一緒になって面白いことやってくれるから、うん、なんか本当に優しい。チーム E 静かって言われるもん、うん、静かそう、うん、でもはしゃいでるイメージもある。チーム E? うん、うん、楽しそうにしてるから。楽屋は静かそう。静か。楽しい時だけ笑う。うん、まあそれはみんなが、うん、ゆずさんがツイートした。どこに行きたいんだろう。見てあげる。行きたいキュルンって顔して。任せろ。あ、任せろに。シャキシャキ。ちょっと待ってね。どこだろう。めっちゃ怖いな。いいな。野球ドームかな。ゆずきさんの行きたい場所どこかな。どこかな。あ、全然違った。ハリーポッターの赤坂サカス。赤坂サカス。赤坂サカス見たい。写真見た。すごい。ここに行きたいんだって。え、行きたい。ごめん。行きたい。一緒に行きたい。ゆずてんって言います。かわいい。ポポ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 ポもうミルテンさんにも失礼だよ。ガハハって可愛く言ったらいいんじゃない。
モロテンジ。可愛くないモロテン。来たよ。I'm from Indonesia。インドネシアのこちらわからない。インドネシアは。違う、別に言ったわけじゃないの。あ、白。違う。イノネシア、あと白。都合のいい、なんか自分のアピールポイントで。2色使われてて。絶対これ。白だし。止まらない。いや、ゆずぽに国旗クイズ出そうよ。バリ東大知らないけど。スイス。スイスは、あの、赤と、赤と白と赤みたいなので、十字架みたいな。それ絶対特技にした方がいいよ。十字架みたいな。ほら、合ってんじゃん。ほら見てみ、なんかもっとさ、なんかバチカン四国とか。バチカン四国？バチカン四国は世界で一番一番好きだよね。知ってるんだけど国旗知らんわ。それだけ本当に頭に入ってきたの。一番ちっちゃい。でも社会が社会だよね。チリ？チリ社会。本当に。え、モミジみたいなやつは？モミジみたいなやつはカナダ。カナダじゃない？カナダか。バチカン四国唯一一番小さい。もっとなんか妙な、なんか。バチカン四国国旗ある？やるのかな、調べよう。国がないことなのかな。絶対テストに出やすいって言われて、先生に出る出る、絶対覚えると思って覚えた。見たよね。あー、すごいかっこいい国旗だわ。見たわ。これは見たことないわ、私だって私だって私だって見たことない。え、かっこよすぎない？見せて、強そう強そう。これうわー予想以上のものが出てきた。初見だった。かっこいい ね。でもさ、小学生とかの時にさ、国旗を書きましょうみたいな言われたらさ、日本はさこうやってやればいいけどさ、こんな確かに確かに、確かに、ね、みんな書けるのかな、国民って。なんかえ、でもさ、サウジアラビアとかさ、大変じゃない？え、どんな緑のさ、なんかおにょ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 みたいな、もうここのさ、なんか赤い、あ、書いてあるかも。まあ、チリ苦手。ブラジルもすごい細かいよね。ブラジルはあの地球、まあ、地球みたいなのがあって、チリみたいなマークがある。あ、これか。待って、国旗クイズ。なんかいい国ないかな。スウェーデン。スウェーデンはあの青と黄色。あ、当たり。え、特技とか。くだらな。なんか幼稚園の時にさ、国旗書かないといけない。モンゴルは幼稚園で。うん。あ、赤と白あるよね、もう。友達がスウェーデン書いてた。赤と白ある、友達が何の競技が得意？赤と、あ、赤と青だな。おう、もうなんかこういう、なんかこういうやつでしょ。こういうのない？あ、こういうの、なんかこっち端にさ、あるでしょ。え、でもすごい。すごい。当たってる。こういう、こういう、なんかこういうの合ってる。こういうのあるよね。あるある。すごい、ね、すごい。あっちの方ばっかりやってた。なんかさ、日本のさ、地図の形のさ、パズルみたいな。あったね。iPad でずっとやってた。なんか剣のパズル、剣の形のパズルみたいな。うん。国、世界は分からん。すごいね。とか、うん、三角で赤と青だ。旗が三角なの？うん、旗が三角。ほら、これ。そんな、あ、そうだ、それだそれだそんな旗があるの。なんかいいのないかな。クイズやない、ただの。え、でもゆずぽってそういうのかな、なんかミーハヤっていうさ、早押しクイズのさ、ね、アプリやってるとゆずぽって強いんだよね。懐かしい、うん、流行ってたね。いつだっけそれ。リクアワぐらいだよね。2019年、20年ぐらい。リクアワの楽屋でみんなやってたの。そういうのを日々蓄えてたんだね。うん、
ちなみにゆずが好きな国の国旗はエストニアという国の国旗。音が聞こえないって。はい。ショールームしてます出てった音が聞こえないっていう。何しに来たの？聞こえない？え、なんか誰か5時まで5時までしか使えない。あ、そうそう、このクッキーエストニアが好きです。なんか誰か探しに来たのかと思ったね。そう、そこ誰いるって感じだったくない。その絵文字のマネージャーさんですエストニアエストニアっていう国が。エストニア、そう、ちょっとすごいね、なんか、ね、すごい。これ可愛くない？この国旗。へえ、エストニア、すごいね。可愛いんだね。ね、天才だね、ユズは。え、これじゃ、これすごいな、マリンの特技なんだろう。違う、こっちがユズ。あ、こっちがユズ。でもいいよ。私の特技なんだろう。全然いいよ。いいな。いいじゃん、国旗が分かるみたいな特技だよ、それは。本当？うん。ちんな特技。国旗が分かる。でもなんか。あ、それ。あ、ありがとうございます。名前がなかった。名前が書いてなかった。提出物に名前がなくて。ノウェイみたいな書いてあった。え、あの付箋読めたの？誰って書いてあった。ノウェイみたいな。これ誰って書いてあった。これ誰か。ノウェイじゃなかった。これ誰っていう質問しに来ただけだった。提出物の。私のショールーム動いてるかな。あ、コメントずっと下で止まってたわ。なんか全然動かなかった。めっちゃ国旗送られてきてる。マリの特技はおにぎりおいしそうに食べること。ありがとう。そうかもしれん。いいじゃん。え、どら焼き食べちゃう？マリもどら焼き焼きようかな。悩むな。幸せ生クリームいちごどら焼き。ゆず食べたよ。食べた、うん、食べたの。私は記憶力いい。本当に？もう最近来た。あんま記憶力なんか衰えた気がする。私も衰えた気がする。ダメだ。昨日さ、レッスンしたさ、3つ目の曲あるじゃん、うん、あれ分からんね。あれもな、もう忘れた。意識飛んでたもん。やっぱり今考えたけど、なんか脳内が止まっちゃった頭が働かなかった。今考えようと思ったけど、だから今それを考えることによって、なんか体の中の何かがもうなんか思考停止したね。やめよう。全然。あ、それも終わった？終わってなかった。終わろうかな。そろそろ。はい、もう終わるべきかな。ちょっと電話を折り返したいから。わかんない。なんか。いや、うん。整体、私。整体。あ、整体か。なるほどね。何？ゆうちゃんツボ。整体明日入れてたけど、明日公演だからさ。ああ。いけないって。電話したんだけど、昨日出なくて。そしたら今日めっちゃかけてくれるの。優しいね。そう、でも今日来た時、電話かかってきた時電車だったからさ、出てなくて。そしたらまたかかってきた。多分5時までとかだったから、ちょっと早めに。というわけで、配信終わります。すごい、なんか外見えちゃう。私もそろそろ終わろうかしら。ありがとうございました。1位、ドン。2位、すごいなんかドン。3位、ドン。変な配信でした。よいターン、よいターン、正解から鬼でナイターン、ありがとう。8位ターン、初訪問でみんなにお仕事が終わる時間だ。ありがとう。12位ターン、13位ターン、ありがとうございました。ありがとうございます。終わります。またね。またいつかやります。バイバイ。終わらせました。おいしい。ドラちゃん食べる。